エロスは地球近傍小惑星の一つ。1898年8月13日にドイツのウラニア天文台の所長カールグスタフビットによって写真観測により発見されギリシア神話の恋心と愛の神エロースにちなんで命名された。これは小惑星に初めて男性名が命名されたケースである。エロスは初めて発見された地球近傍小惑星でもあり、 アモール群に属する。太陽からの平均距離は1.246天文単位で、地球へ最大2300万キロメートルまで接近する。なお、地球近傍小惑星の中で2番目に大きい。2012年1月31日には地球まで0.18天文単位まで接近した。地球への接近は35年ぶりで、次の接近は2056年。 1975年、ゴールドストーン電波望遠鏡によりエロスのレーダー観測が小惑星としては初めて行われ、形状が推定された。1996年に打ち上げられた無人探査機、NER a は2000年2月15日にエロスの周回軌道に入り、おびただしいデータを送ってきた。以前からエロスが変更することが知られていたので、その形は細長く、 しかも自転しているものと推定されてきたが、撮影された写真から、エロスはピーナッツ型をしていることが分かった。そして2001年2月12日、探査機はエロスへの難着陸を果たし、2週間にわたってデータを送信し続けた。ミッション終了後、NER a は NER a シューメーカーと解消された。エロスの 10km にわたってくぼんでいる部分は、 発見当時サドルとあだ名が付けられ、後にキリシア神話の母上の神の名を取りヒメロスと命名された。ヒメロスはエロスで最大のクレーターである。NER a、R、シューメーカーが着陸したシューメーカークレーターはヒメロスの端の方にある。エロスで2番目に大きいクレーター、プシケはヒメロスの反対側にあり、直径は 4.8km ある。エロスのクレーターには恋愛に、 関係の深い神話や伝説、文学作品などに由来する名が付けられた。日本からは、源氏物語の源氏と、富士壺の名が、クレーターに付けられている。NER a、R、シューメーカーが着陸直前に、撮影したエロスの地表。レゴリスに覆われていることがわかるエロスは、細長い形状のため、地点によって、重力や温度が大きく変わる。また、 小物体が衝突すると衝撃で、星全体が揺さぶられて、表面のレゴリスが崩れるため、エロスには、ショークレーターが1平方キロメートルあたり、平均40個ほどしかない。なお、NEAR シューメーカーに搭載された、X 線ガンマ線分光器による分析から、エロスは、観覧石や軌跡など鉄を含む、計算使で構成された普通コンドライトでできていると、見られている。 オックスフォード天文学辞典、朝倉書店、初版第一冊、59ページ。ISBN4 から254150172。アステロイド433エロスゲッティング、クローズツーザースオービット、サイオン3、2012年1月30日、2013年9月11日、閲覧、エロス、キャリブレーションオブレーダー、ベースドシェイプカンストレインズ。 From first in EAR images, ありがとうございます。